高速練馬線は、首都高速中央環状線から、関越自動車道の練馬インターチェンジに至る、地域高規格道路の候補路線である。地域高規格道路候補路線としての名称は1号線とされている。当初は、首都高速5号池袋線江戸川橋付近から、分岐し、神田川上空から主要地方道千代田連・マダム線を経て、中央環状線と交差。 関越自動車道へ至る計画だった。しかし、これでは5号線の渋滞に拍車をかけることは明白で、分岐が計画されていた箇所は、和製投げ口に転用され、その後内環状線に接続させる計画変更等の右予曲折を経て、中央環状線より西側のみの計画に変更された。中央環状線の山手トンネルには、当初、 練馬線の分岐を想定した設計がされていたが、環境悪化を恐れる住民の反対運動により、1991年に設計変更され、分岐構造は作られず、今後 JCT を建設するには、本線トンネルの大規模な改修工事が必要な状況となっている。練馬線が具体化していないため、関越自動車道は、東京圏から郊外に伸びる高速自動車国道では、 唯一、首都高速道路と直結していない。このため、関越自動車道上り線は、練馬インターチェンジを先頭とした渋滞が状態化しており、また現状では都心及び中央自動車道、東名高速道路の各方面へは、練馬インターチェンジを経由した方が最短ルートであることが多いため一般道路の交通量も多く、矢原交差点を中心に、 周辺の生活道路にも通過交通が侵入している状況にある。練馬区は2006年の外環道都内区間の都市計画変更にあたり、高速練馬線の実現に向けた調査、研究を早急に進める意見を提出している。また、国土交通省により2006年9月に策定された首都圏整備計画では、調査を推進する路線に位置づけられていた。しかし、 都市計画等の手続きは行われていない。本堂の名称について2006年の首都圏整備計画では高速練馬線としており、首都高速道路株式会社でも同様に高速練馬線と表記している。一方、地域高規格道路候補路線の名称は10号線、練馬区では都市高速道路第10号線という名称を使用しており、表記に違いがある。 なお、首都高速15は15号るみ線の名称として、すでに使用されている。ありがとうございます。